はい、今日はさつまいも濡れた新聞紙でくるんでアルミホイルで巻いたので中はスチーム状でホクホクくると思うよマンゴー味はい、いい感じに夕日も出てきましたよ。さあ、伊勢崎海岸の夕日と家島タッチューと焚き火と焼き芋完璧だね。よっしゃ、夕日がいいね。そしてシャワー浴びてゆくってるさだとそれからのマンゴー味しつこくマンゴー味、はい、マンゴー味夕日で逆光、美味しく仕上がってくれよ芋ちゃん。